ばさ、はいはい、全然関係ないけどさ、徳川家康をイメージするとね、あの三国志の時代とはちょっとずれてるんだけど、あの辺の地域の、三国志の回で見たような景色、イメージした時に見えたような景色のあたりで、前世生まれてるね、徳川家康。徳川家康、三国志の時代の前ですか後ですか、もう分かんない。でもちょっと数十年か数百年ずれた時、まあずれてんだと思う。中国にそのあたりにいたわけですね。だってあの時に出た名前の人と、徳川家康の前世っぽいのが絡んでたようなイメージはないから。ああ、なるほどね。だから時代が前か後ろかは分かんないけど、でもあの時にイメージで浮かんだ景色とはすごく似てたの。まあでも中国ってああいう景色ばっかりなんだよね。まあそうかもしれないですね。どことはね、あの絞り込めないけども、同じような国のところに前世いたんじゃないかなと思うの。その時の、なんかね、ちょっとね、あれだったね、挑戦的な性格だったんだよね。ああ、その時は。でね、結構無謀だったのよ。はい。ちょっと徳川家康とはちょっとイメージ違いますね、それ。全然まるっきり逆のイメージっていうのかな。それでね、なんかコリコリして。なるほど。次は用意周到にっていう風になったんだと思う。なるほどね。でもなんかその挑戦的だった時の人生は別になんつーの、そういう武将とかそんな感じではなくって、でもなんかすごい商売気のある感じだったんだから、商人、日本の商人に当たるような立場の人で、それでなんかあのいろんな言葉を使えたような気がする。まあ中国はいろんな言葉あるから、まあ地方は渡り歩いて、そう、それですごく商売さんですね、上手にやってて、関東語とか北京語とか、そう、上手にやってて、だからなんか世渡りの仕方とかもなんかもう魂に染み付くぐらい。でも次は落ち着こうって思ってたってことはちょっと失敗というか、なんか挫折みたいなことしたんですかね、その自分の性格によって。挑戦的な性格だったからさ、なんかまずいことになっちゃったんじゃないのかな。なるほどね。ちなみにその時に秀吉や信長なんかとは会ってないんですかね。会ってないと思うよ。会ってないですか。うん、あの3人は前世とかで縁とかないんですかね。あったんじゃないのかな。なんか、そうですか。あったとは思うけど、でも私に見えた時代ではないな。そうですか。